一世、ニムローとは、ドイツのビュルテンベルク・バイルティンゲン公爵家の公師で、ビュルテンベルクイコールエールス公。ビュルテンベルク公フリードリヒ一世の逸尾である、ビュルテンベルク・バイルティンゲン公ユリウス・フリードリヒと、その妻で、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク公、ハンスの娘、アンナ・ザ・ビーナの間の、第三子、次男として生まれた。1638年、ザクセン・バイマル ベルンハルトの傭兵軍によるブライザフ派包囲戦に参加している。1647年5月1日、シュレージエイのエールス公、カール・フリードリヒ一世の娘、エリーザベト・マリーと結婚した。その数週間後に、カール・フリードリヒ一世は死去し、新生ローマ皇帝フェルディナント三世は、男子相続者のいなくなった報道として、エールス公領を回収しようとしたが、 娘婿のジルフィウスは、高齢の相続を求めて、難しい交渉を始めた。ジルフィウスは2万グルデンの納入金を支払うこと、及び、高齢の一部だったモラビア地方の刃主ツの所領を皇帝に活用することを条件に、高齢を相続した。1648年12月15日、ウィーンの宮廷において、ジルフィウスに対する報道授与の儀式が行われた。 公爵は30年戦争で荒廃した公領を復興させようと試み、特に教育や教会の発展に力を注いだ。1652年にドクロ騎士団を創設し、この騎士団は19世紀まで存続した。また1647年から1652年まで神秘主義者のアンゲルス・シレジウスを公爵家の宮廷児として雇っていた。百六十四年、 ブリーゼ城に滞在していた折に突然の脳卒中で急死した。遺言によって親族のレグニツァブジェク公フリスティアンがジルフュースの未成年の息子たちの後見人となった。本来ならば創主である皇帝に後見を依頼することもできたが、皇帝が息子たちをカトリックに回収させることを恐れてレグニツァを指名したと考えられている。ジルフュースは息子たちを 中便弦のコレニウムイルストレで学ばせた。ジルフュースは、妻、エリーザベト・マリーとの間に五男二女を設けた。ノルベルト・コンラットス、ビルダングス・ウィッチ・ツビッシェン・シュレジエ・ウント・ウィーン・イン、シュレジエ・イン・デア・フリュー・マダーン、ツア・パリティション・ウント・ガエシティ・ーガン・クル・トゥール・アイネス、ホップス・ボーギス・ケン・ランディス、ノイ・エ・フォー・シュン・ツア・シュレシス・ケン・ゲシヒテ、HRSG、 V.O.A.Kim b o k Y.M.R.2009, ISBN3 から 412203505, S186F, ゲルハルトラフヒエガツワイルダンバーグワルイッチ2、ダスハウスベルタンベク、ホンヘルツオークフリードリヒ、アイビスヘルツオークエーベルハルト3、ミッドデンリニアンシュトットガルト、モンプルガード、ワイルティン、ウンバーグ、 ニューンスタッドエイムコーヘルウントオールズ・インシュレジエンディーガーロック1993 ISBN3 から898501086生て637ありがとうございます